エピオルニスはアフリカのマダガスカル島に17世紀頃まで生息していたと考えられている地上性の鳥類。非常に巨大であり、史上最も体重の重い鳥であったと言われている。マダガスカル島の固有種である。かつては無人島であったマダガスカル島で独自の進化を遂げ繁栄していたが、2000年ほど前からマダガスカル島に人間が移住。 生活するようになると、狩猟や森林の伐採など、環境の変化によって、生息数が急速に減少し、最終的に絶滅してしまった。ヨーロッパ人がマダガスカル島に本格的に訪れるようになった17世紀にはすでに絶滅していたと言われるが、1840年頃まで生存していたとする説もある。伝説の巨大な鳥。 ロック鳥のモデルだったのではないかとも言われている。ただし、エピオルニスは、伝説のロック鳥と違って、翼が退化しており、空を飛ぶことは全くできなかった。頭頂までの高さは3から3.4メートル、体重は、推定400から500キログラムあり、ダチョウを大きく上回っていた。また、卵も巨大であり、現在知られている最大の卵の化石は、 長さ約 33cm、直径約 24cm で、ダチョウの卵の2倍近くもある。また卵の殻の厚さは3から 4mm で、重さは約9から 10kg と推定されている。ブランズ、シーラ、システマナツラエ2000、クラセファケーション、ジーナスエピオルニス。プロジェクト、ザ・タクサーナマイヒャン。 リリーブド・フェブラリー・レイヨン2009。英語ではエレファントバードとも呼ばれる。日本語表記では e ピオルニスとも。ちなみに、史上最も身長が高かった鳥はジャイアントモアで、頭頂部までの高さは約3.6メートル、体重は約250キログラムと推定されている。ありがとうございます。